はじめ新庁舎の整備状況と、この現庁舎、この活用の意義というところからお話をさせていただきたいと思います。新庁舎整備は ご案内のようにですね、後ほど資料にも書いてありますけど、平成18年からこれについて具体的な新庁舎検討に入って約7年経過しているわけでありますけど、平成24年2月から工事が着工をいたしておりまして、あと1年と10ヶ月で庁舎が完成を、庁舎と合わせて上にですね、分譲住宅を載せるという49階、これが、あと1年と10ヶ月で完成を見るわけでございます。今日は特に現庁舎活用、この現在の庁舎の活用についてご説明をさせていただきますが、再開発事業によりまして、権利を取得し、そして、現庁舎活用、現状、この現在のところの活用によって、保留所、床を買うというような形で、新庁舎のところには、うちの権利だけでは、まだまだ、財政的に足りませんので、この現庁舎を活用していくというような形で、後ほど詳しいことは担当からも、ご説明しますが、まさに民間資金を活用したインフラ整備の先進事例として、先般も国交省からも、注目を受けまして、担当課の、国交省からもなりまして、ぜひですね、新しい活用によってですね、そして、公共施設の活用という形で、まちづくりと連動した形の中で、このような形を進めているということを、大変注目を浴びているわけでもございます。これらについてまた後ほど説明をしたいと思います。また、民間事業者、いよいよ、今日皆様方にそのような形でお示しをいたしますが、全体のスキームが決まりましたので、いよいよこれから、民間事業者の募集に入っていくわけでございまして、来年の春には公募をする予定でございます。それでは次に現庁舎、今お話した活用の基本的なスキームについてお話をさせていただきたいと思います。現庁舎だけではなくてですね、この公会堂前、国センターの前にあります中池袋公園というのがございますが、これとか、あるいは工藤を含めた、この周辺全体を賑わいの拠点にしていきたいというような形で、資料の方、人と環境に優しい、市を感じられる町という、こちらの図面にお示しいたしますようにですね、現在の庁舎と、公会堂のところ、そして、クリーンセンターという、この3つと合わせて、その前の、中池袋公園というところをですね、一体開発をして、整備をしていきたい、そんな思いで今、ずっと進めてまいっているわけでありまして、これらについては、隈研吾、建築家の先生、あるいは、造園関係の、平賀達也先生等々に参加をいただいて、新庁舎との、あちらに今、作っております新庁舎との連携したデザインを今考えているところであります。この、現庁舎の一番のポイントは、これ新ホールの整備だと思っておりまして、今の公会堂の 1.5 倍で、現在は800席しかございませんけど、1200席の規模の新ホールを今、計画を立てているわけでありまして、この1200席ということについてもまた後ほど詳しく説明をさせていただきますが、今この池袋には文化のにぎわいを作るためにもですね、この新ホールをですね、ぜひ商業的な形の中で文化発信をする拠点を作っていきたいと思っておりまして、まとめといたしましては、今日お話したように新庁舎と現庁舎のこの2点を基軸として、福祉池袋の街の姿というのは大きく
変えていかないと変わっていくと思っておりますので、そういう意味での今回の新庁舎の建設と合わせて現庁舎の再開発ということがですね、これからの池袋がですね、新しい発見ができる多様性の街、そして回遊性のあるような色変わる街を作り上げていきたい。また豊島区は、池袋は特に国際都市というか東南アジア系の方々も大勢訪れるわけでありますが、こういった面でもですね、やはり街に魅力を持っていなければですね、観光にはならないわけでありまして、こういう形の中で東京を訪れる方もぜひ豊島区に戻ってみたいというような、そういう街も街づくりが必要ではないか。今日作ったペーパーはですね、かなり豊島区のですね、考え方がですね、一方的に入ってますこれはですね、もしかしたら夢かもしれないんですよ。でもそういう夢を語らなければですね、民間企業の皆さんというのは池袋に対するイメージというのはですね、結構固定的でですね、ちょっと10年前のイメージをお持ちの会社の方もいらっしゃるんですね。ですから、こういうこの土地を活用していくためには、区としてはこの土地を定期借地しますと言って待っていてですね、いらっしゃいいらっしゃいってですね、ここに待っているだけでは絶対ですね、価値は高まらない。この価値を決めていくのは民間事業者との対話にかかっているんだと思うんです。ですから今回ですね、住宅ということについてはですね、もちろん全く選択肢ないわけじゃないんですけれども、やはり池袋副都心の街づくり将来に向けたときにですね、まず区としてはここは池袋副都心の将来を用意してありますので、オフィスということをですね、しっかりと言っていって、それでですね、どうしてその住宅の方がいいんですか、逆に皆さんはというようなですね、コミュニケーションしていって、初めてその畑が耕されて、その需要と供給という中でですね、この土地の価値を高めていくことができると思っています。自信を持って言いますか、やっぱりこの開発ができないようだったら、池袋の開発はもう待ち続けていません。あれを取り組んだ形で正直言ってやるのが、もう絶対必要だと思って、約2年間いろいろと交渉してまいりました。なかなか難しかったんで、もう本当に全勢力を傾けてやったんですけど、非常に難しかったんで、市長さんも、もう一度式取ってやりました。だけどなかなか組み合わなかったんですから、だけどこのまま伸ばしてたら新庁舎の建設がないから全て影響する。2年間こうもう一生懸命やりましたけど、最後の結論をですね、今年の3月に決定して、そしてこういう形が出来上がった。それを入れると入れないとまた違ってくれますので、後味の悪い開発はしたくないし、強引な形、あそこはもう本当に丁寧に丁寧にやりましたけど、残念ながら長い時間かかったりとできなかったという、できえないというか、後にまた問題を残すという思いがありましたので、思い切ってうちの土地だけの計画を、3月を、交渉をもう打ち切りまして、4月からこういう形の中で、だからちょっと発表が遅れたりなんかしたわけであります。あれはもう当初から入れないでこの金額は出しております。計画は計画ですけれども、あそこ入れてお金がそれだけのっていうような計画じゃ全くありません。だからあそこ入れないで、入れればまた違った展開になるでしょうけど、入れないでその金額、ただこれを計画した時はリーマンショックの前でしたから、ね、非常にもっと高い金額が生み出されるんじゃないかなと思われたんですけど、で前にその資金計画等々を全部進めていたんですけど、大変なリーマンショックによって一時はこの計画ダメになっちゃうぐらいな期間もありましたけど、今またカバーを盛り返してるから一応いやいや、まだ分かりませんけど、だけどやはりそういう景気にも左右されないような形の中で50年が経ちちゃって、当初は25年で十分これはお金が生まれたりするっていうものですから、ところがやっぱり景気によってこの金額が出ない場合は35年あるいは50年という定着を伸ばすことによってこの金額を確保するっていう、当初からそういうそうなんですけども、当然そうすべきしなければそのお金が生み出せないということがありますので、用紙はですね、これだけのことをなるべく多大なね資金を持ち出さないでやりたい、そうなんです、やっていただきたいというのはもちろんそうです、質問なんですけれども、はいはい、そうするとこの50億で買いますよね、例えば、
民間が作ったんです。でもこれは民間がまだ決まってないんですよ。これからです、これからです。ですから、その、ね、140で売るお金の中に入ってません。全然別個ですから。ですから、あのそれはもう当然違う。これだけのものを、あのホールを作る限りは、やっぱり民間負担って、じゃあ、なかなかあの民間の方に乗りませんので。ですから、そのホールがお荷物にならないような形の中で、まあ、冒頭から申し上げているように、やっぱりここだけ開発すればいいんじゃなくて、この周辺のやっぱり開発を、やっぱり視野に入れて、取り組む、この一体性で取り組むというのは、私は今まで、豊島区のこういう取り組みをしたこともありますので、まあ、始めたかもしれませんけども、今後のやっぱり、まちづくりには大きな、僕は、インパクトがあると思うんですよね。いや、